中田道子は日本のアナウンサー。東京都渋谷区出身。FM 北海道で常務取締役を務めた。本名は矢野道子。2015年8月より札幌大学客員教授。2016年3月より中道リース社外取締役。同4月よりイオン北海道社外取締役を務める。東京都立駒場高等学校在学中に NHK 杯全国高校放送コンテストに5位入賞。1972年慶応義塾大学文学部国文学科卒業後、北海道放送にアナウンサーとして入社。同期には佐藤則り横田久志がいる。1974年に HBC を退社し、以後フリーアナウンサーとして活動。当時は3人の子供を育てながら働いていたという。 1982年 FM 北海道の開局と同時に同局でラジオパーソナリティとして中田道子の二次色ネットワーク、中田道子の週刊エアー G 属 TGIF など主に午後の生ワイド番組を担当し、1988年入社指導局のアナウンサーとなる。1995年には第33回ギャラクシー賞。 ラジオ部門の DJ パーソナリティ賞を受賞。2003年東京支社長となり一時ラジオの現場から離れるが、2006年4月営業本部副本部長、県放送本部副本部長となり、本社に復帰したことで、業務の合間を抜いたん発の特番などでパーソナリティ活動を再開。2007年6月取締役放送本部長に就任し、2008年、 取締役経営管理室長となり、後に同社常務取締役。管理職アナウンサーとなったことで、王子のように番組に出演することは少なくなっているが、2013年9月には、同局の特番、秋を食べるエアー G でメインパーソナリティを務めるなど、たまに特番に登場することはあった。2015年6月に同社を退社。なお2000年には、 北海道文化審議会委員、北海道教育大学運営諮問会議委員、2004年には北海道教育大学経営協議会の学外委員となるなど、北海道うちの養殖も歴任している。ありがとうございます。